慶太郎も1着2着の勝ち上がり、ここ選択したのは九州長崎3番井上正樹のディザイアシ、9番の郷志正臣、なかなかこのラインも強力かと思われます。その後ろから4番桐山慶太郎から先に仕掛けて、7番の川村浩二、5番稲川翔院から下げていきます。4番3番9番中段アウトに2番の浅井光太と8番シッチとしよう。その後ろからの組み立ては1番日体雄大ですが、中段が少し絡むような感じ。さあ内に潜り込む近畿両者なんですが、少し締められた状態か。逃げるのは4番の桐山慶太郎、優秀両者は3番の井上雅樹と9番郷志でガード。さあ中段キープは2番浅井光太となった。1番の日体雄大がこの後ろから早めの仕掛けを取ってきます。さあ1コーナーから2コーナーへと向かう中間地点。さあ1番の日田がいいスピードダッシュを見せ、世界の足を見せる。さあ先頭は4番車の桐山慶太郎、これを1番日田が強引にまくりきる。3番がさばきますが、これを再度今度は2番の浅井光太も自力でまくってくる。さあ SQS さん両者受験ですか。先頭はしかし1番の日田雄大、後ろ2番の浅井光太懸命に詰めるがどうでしょうか。1番2番か。3着に6番ベテラン斉藤俊。まもなく残り2周の赤番を迎えて、平原浩太、岡田西洋からまず仕掛けます。これに合わせて京都勢1番稲垣博之、5番村上博之も合わせてさらに上昇を見せます。さあ京都勢が今度は叩きまして、平原3番手になるでしょうか。6番の松岡隆久がここで踏み込みを取ってきました。さあ平原と松岡絡みますが、松岡が今度はペースを上げますが、稲垣はこのまま先行ペースを上げていきました。さあ京都勢が突っ張っての先行体制、平原浩太は3番手の位置取れそうです。9番の岡田西洋が4番手、そして小倉が切り替えますが、今度は8番の山川雅人、7番の新田康人、南関勢が思い切って叩きますか。2番の平原3番手を入れますか。南関勢の動きを封じる作戦、逃げるのは京都勢、これを3番手早めの発進。2番の平原浩太、しかし岡田と8番の山で絡んでいきまして、ちょっともつれます。おっと3番小倉落車、9番の岡田も落車。さあ直線向かっていきます。1番の稲垣の番手から2番の平原浩太、そして迫ってくる8番山が内から5番だかどうか。抜け出したのは松岡健介の金、8番の地元香川雄介ですが、先に仕掛けてくるのは後方から千葉両者、6番小野正義と4番の石井修司です。1コーナーから1センター打賞の周回。さあしかし7番深谷も突っ張る作戦に出たんですが、ここは抑えて千葉勢が主導権、愛知勢下げていきます。今度は3番脇本雄太がさらに2人で主導権、そして5番の松岡健介、千葉勢がまく3番手4番手に入りました。9番の池田隼人、そして2番の神山雄一郎、8番の香川雄介、なんと愛知勢は8番手9番手最終ホームを通過していきます。さあ深谷のまくりが届くのか。1番の金子隆は最後尾です。このまま逃げるのは3番脇本雄太、5番の松岡健介の近畿勢、千葉勢3番手6番小野正義、4番石井修司、そして9番の池田隼人、2番神山雄一郎、バックも1本も8番香川雄介、依然として深谷と金子は8番手9番手の位置取りですが、さあどうかどうか。先頭は3番の脇本、番手から5番の松岡すんなり抜け出した。5番の松岡5番3番2番か。